猫を吸うアニメ映画なんですよ。可愛いんですよ。可愛いです。めちゃくちゃ可愛くないですか？チャコ先生の教室へようこそ。この動画は元小学校教員の私チャコ先生が一つのテーマについて褒めて褒めて褒めちぎっていく動画です。本日のテーマはこちら、猫の恩返しです。それでは授業を始めます。お願いします。はい、というわけで本日はジブリ作品の猫の恩返しについて褒める動画でございます。まあ最近はジブリ作品を中心に動画上げてるんですけど、やっぱり猫の恩返しは、猫を吸うアニメ映画なんですよ。意味わかりますか？まあ、ストーリーと言っても、主人公のハルちゃんっていう女の子がいるんですけど、まあ、その子の成長物語が、まあ、メインなんですけども、この作品は、もう猫を愛する人には、75分間よだれものの、作品になってまして、その75分間、いろんな種類の猫をめでまくれる最高のアニメ作品ということで、私は評価したいなと思っております。なんと言ってもね、猫の描写がとってつもなくリアル。けど、なんか、デフォルメするところはちょうど気持ちいいバランスでデフォルメしてあるんで、すごいね、猫好きな人にはたまらんと思いますんで、はい。で、本日は、まあ、全員紹介したいんですけど、まあ、時間的に無理なんで、4キャラ紹介していきたいなと思います。じゃあ、早速いきますね。1人目。まあ、誰がどう考えても、バロンです。このバロンっていうのは基本的にまあ、キザなんですね。で、無表情なんですよ。作画を見ると。でも、声の甘さとか、その、行動をやることなすことによって、そんな、ぶっきらぼうな印象は受けない。冷たいっていう印象も受けなくって、まあ、優しいんだけど、まあ、行動面でキザさが目立つっていうキャラで、まあ、こう、しれっとお姫様抱っこしてみたり、しれっと主人公をダンスに誘ってみたり、っていうことを、恥ずかしげもなくやるキャラです。名前はちょっとドイツっぽい名前なんですけど、本名のね、フンベルト・フォン・ジッキンゲン男爵っていう名前は、まあ、ドイツ名っぽいんですけども、なんか見た目としては英国風で、なんかハーブティーを入れてくれたりですとか、スティッキを常に携帯してたりですとか、帽子をね、肌身離さず持っているっていうようなキャラクターです。で、多分バロンは意図的にかっこよくもちろん描かれていて、他の猫のキャラクターって基本的にこう撫で型というか、まあ猫ってこう肩がだらんとしてるんですけども、そのバロンだけその着てるスーツがちゃんとこう人間みたいにこういう風に肩がしっかりある風に描かれていて、まあ頭だけ猫っていう感じなんで、すごいほぼ人型なんですね。なんかそこを見るとめちゃくちゃ、その顔は猫なんだけど、やってることがめちゃくちゃイケメン紳士の人間みたいな感じなんで、すごいやることなすことかっこいいです。けどですね、人間サイズのハルと並んだ時のバロンのサイズ感がめちゃくちゃ小さくって可愛いですね。ラストシーンでハルのほっぺたをバロンが触るシーンがあるんですけど、そこが一番大きさがわかるかなって思うんですけども、めちゃくちゃ可愛いです。多分両手に乗るようなサイズ感で描かれてるんで、すごい可愛いです。今日可愛いって何回言うかわからないんですけども、バロンの時点で可愛いですね。はい。で、ですね、まあ、ほとんどのシーンで帽子をかぶってるんですけど、たまに室内にいる時とか、帽子を取ったりするシーンがあって、突然なんか、まあ、紳士感はあるんだけど、頭の丸さが際立つんで、めちゃくちゃ急に可愛くなるんですよ。なでなでしたいっていうか、まあ、吸いたいですね。はい。まあ、バロンは、もう、よさみが詰まってるので、はい、最高ですね。花丸でございます。続いて、参ります。次は、2キャラ、同時にご紹介です。ルーンとユキ、この2人ですね。で、この2匹は、要は猫の国での2人ではなくて、人間の世界で普通の猫みたいに過ごしてる時の、姿がすごい良くって、猫感がすごいんですよ。まあ、猫なんで当たり前なんですけど、猫の仕草がね、めちゃくちゃいいところがあるんです。で、ルーンは、一番最初に交通事故に遭いそうになる直前のシーンですね。お魚のクッキーの入った黄色いプレゼントボックスを、人間界でゲットして、それを口に加えて持っていくシーンで、落とすじゃないですか。で、その落ちたプレゼントをどうにか、
口に加え直そうとして、こう地面にズズズッと頭を寄せて、プレゼントをなんとかこう元の向きにひっくり返そうとするシーンがあるんですね。でそこで頭を何度もこうプレゼントにふんふんってこう押し付けてるところ、描写の仕草がめちゃくちゃ可愛いですね。多分今あの黒板に書いてると思うんですけども、その頭をめっちゃ下げて、もうちょっとなのにって頑張ってるシーンがね、本当に可愛いんですよ。もうぜひ見てください。で次、その婚約者にあたるゆきちゃんですね。ゆきちゃんは、子猫のシーンがもうめちゃくちゃに可愛いです。子供の頃の春がみなしごだったユキに、まあ、野良猫ですね、野良猫だったユキにこう持ってたビスケットをあげるっていうシーンなんですけど、そんでユキがそのビスケットを食べて、食べた後に何回もにゃーんって言うんですよ。 ありがとうみたいな感じで、美味しいっていう感じで、すげー可愛い笑顔でにゃーんって言うんですよ。で子猫なんで、もちろん体もちっちゃいし、目も大きく描かれてて、ですっごい嬉しそうに食べて、嬉しそうに春ににゃーんって泣くシーンがあるんですけど、めちゃくちゃめちゃくちゃ可愛いですね。本当にやばいです。今のルーンのそのプレゼントを戻そうとするシーンとユキの泣くシーンは本当に必見ですので、また今度地上波放送される時にぜひご覧になってください。最高ですので、はい、どんどん参ります。続いて4キャラ目は、ナトルというキャラクターです。多分名前聞いてもはっていう感じだと思うんですけども、多分今から黒板に書くと思うんですが、顔を見たらあーなんかいたかもっていうキャラクターだと思います。猫の国の王様の、まあ、なんていうんですかね、召使いの一人というか、まあ、名脇役っていうキャラでして、で、このナトルの声をやっているのが浜田麻里さんなんですね。で、この浜田さんの声がめちゃくちゃナトルにハマってるんですよ。ナトルっていうのはどういうキャラクターかっていうと、まあ、基本的に猫の国の王様に仕えている、側近の一人なんですけども、すごい、なんかね、間抜け、ちゃっかりしてるところもあるし、で、ひょうきんなところもあって、なかなかつかみどころのないキャラクターなんですけども、まあ、品種としてはね、スコティッシュフォールドなので、その耳が垂れてるんですね。もうその時点で可愛いじゃないですか。で、若干ふっくらしてるんですよ。そのバロンとかルーンとかユキちゃんなんかに比べると、ものすごくなんか、ぽよんってしてる、ちょっとぽっちゃりしたキャラクターなんですね。で、基本的になんかこう目が糸目なんですよ。こう一本線で。ふとした時に目を開けると、すごいまん丸に描かれてて、めちゃくちゃクリッとした感じで、可愛いですね。まさにスコティッシュみたいな顔をしてるんですよ。それが可愛いのと、ナトルは、百面相って書きましたけど、いろんな表情をしてるんですよ。で、セリフがないコマでも、お前そんな顔してたんかっていう顔がいっぱいありましてですね。で、今、黒板に書いてると思うんですけども、私が、激推しなのはですね、真ん中の段の、下ですね。春が、ナトルたちが、こう、春を猫の国に、拉致していくシーンでですね、春は人間界に残りたいもんですから、ナトルに、なんでこんなことしたのっていう意味で、こう、ほっぺたをぐーっと引っ張ってるシーンが実はあるんですね。こう、そこってナトルのセリフないシーンなんですけども、顔をぐにゃーんって伸ばされて、で、春がパッと手を離したら、自分で、ナトルが、こう、ほっぺに手を当てて、痛かったー、みたいな風に、やるシーンがあるんですよ。で、そこでちょっと涙がポワンって出てて、その、痛がってるシーンがめちゃくちゃ可愛いですね。で、ここほんとセリフないし、数秒しかないんですけども、本当に可愛いです。で、あともう一個がね、1,2,3,4,5,6個書いたと思うんですけど、上段の右、耳を押さえてるやつがあるんですけど、これはどこのシーンかというと、すごい後半で、猫王がダイナマイトでスイッチを押して、塔を爆発させるシーンがあるんですけども、そこで、音が大きいから、ナトルがこう耳をバッて押さえて、用意してるシーンがあるんですけど、耳を押さえてるのナトルだけなんですよ。他のキャラクターは、唖然としてるだけなんですけど、ナトルだけ耳を押さえよう。大きな音は嫌だみたいな感じで、耳を押さえてるんですね。そこがめちゃくちゃ可愛いので、このなんか表情の豊かさというかね、この浜田さんの演技もあって、よりこのキャラがね、引き立ってるので、めちゃくちゃ見どころ満載のキャラクターでございます。もうバロンに次いで私はナトルのことを結構見てるぐらい、これは好きなキャラクターですね。はい。まあ主要キャラは個人的にはまあ4つということで、はい。で、まあ最後なんですけど、結構モブキャラも
出てきまして、セリフがないキャラクターとかは結構いるんですけど、あのデザインがすごい優れてるなって思って5つキャラ挙げてみたんですけども、まず1つ目が猫の国に仕えているボディーガードのキャラクターなんですね。でもうボディーガードって見たらすぐわかるんですけども、なんでかっていうと要は SP ですよね。 SP の人って全身真っ黒のスーツ着てるイメージないですか。でそれを模して基本的にほぼ全部黒なんですけど、このなんていうんですか、スーツの中に着てる白いシャツのところの部分だけ、その猫の体の模様もここだけ白くなってるんですね。で他は全部黒いんですよ。であとトランシーバーなんかしてないのに耳を押さえるシーンがあるんですよ。で他の猫とこうトランシーバーでなんかやり取りしてるみたいな感じのジェスチャーが入るんですね。そのSP の猫だけめちゃくちゃ可愛いです。何にもつけてないのに通信機器を、でも耳を押さえてるんですよ。めちゃくちゃ可愛くないですか。あの何回か登場シーンがあるのでぜひね見てほしいなと思います。で続いて猫の国のルーンたちに仕えている、兵隊がいるんですけども、その兵隊猫のデザインもめっちゃかっこいいですね。兵隊の隊長の、カラーリングが確かね赤で、で他の猫たちはね青い制服だったと思うんですけども、なんかそれこそイギリスっぽい感じのなんかおもちゃの兵隊みたいなイメージで大きい帽子かぶってたりして、なんかすごいねキャラクターデザインとしてすっきりしてるし、でもなんかそのもう見ただけで兵隊キャラっていうのがすごいわかるんで可愛いんですよ。本当にキリッとしててね。であとは、猫の国の猫王の方に仕えている、なんかこう、ちょっと悪そうな兵隊キャラ。ちょっとずんぐりむっくりしている悪そうな、いかにも悪そうな、ちょっとなんか雑魚感というか、チンピラ感がすごいある緑色の猫たちがいて、で、黒板には、左に書いてる方が隊長ですね。で、その右側に書いてる方が、さらに雑魚、隊長の、部下たちですね。で、まあ、その部下たちと、まあ、ハルとかバロンたちが戦うっていうシーンが後半にあるんですけども、まあ、弱いですね。すごい強そうな武器持ってるんですけど、まあ、弱いですね。まあ、っていう、なんかその辺のデザイン周りがとにかく素晴らしいので、まあ、ストーリーはあれにしてもね、このキャラクターとして見応えがある、作品なので、ぜひね、今日紹介したやつ見てほしいなと思います。はい、というわけで、本日はね、この恩返しの、まあ、キャラクターをがっつり褒めさせていただきました。他にもね、今日紹介してないけど、ムタ、ルナルド・ムーンですね。とか、猫王とか、まあ、いろいろいるんですけど、まあ、この猫のキャラクター好きだったなっていうのがありましたら、またコメント欄の方で教えてください。で、私よりもキャラクターを上手に褒めている人がいましたら、コメント欄の方を投票よろしくお願いします。なんかまたジブリの作品今後もね、どんどん上げていきたいなと思っておりますので、リクエストなどもありましたらよろしくお願いします。はい、それでは本日の授業はこれで終わりにします。ありがとうございました。